今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。マリーンズ、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのはカルロス・ロサ。さあ、そしてバッターボックスにはヨウが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。ここで話す打ちました。打った瞬間確信した感じ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。マリーンズ追加点を許します。7対1。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。その際に6点と突き放されました。もちろん警戒はしていたんですけれども、ここでホームランを打たれ点差を広げられます。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。さあ、バファローズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので、配球には注意が必要。初球打ち伸びていく、そのままスタンドに入りました。先制のツーランホームランです。日本ハムファイターズ、これで4試合連続のホームラン。初球でした。逆方向への大きな当たりはフェンスを越えてしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、警戒はしていたんですけどね、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。打順は3番ヨウ。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。打ちました、いい当たりだ、ライトセンター追いかける、入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これで今日3打点。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。7対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。右バッターだったんですが、ライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えられてましたよね。ゲームはまだ前半戦、しかし点差はこれだけつけられています。バッターボックスは3番ヨウ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ホームラン、ようやく均衡が破れました。これで3試合連続のホームラン。低めのボール、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。マリーンズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。右バッターだったんですが、ライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えられてましたよね。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。